どうもこんにちは。今日はですね、また海に来ました。さっきまでちょいちょい人がいたんですけども、今もう一人っきりですね。まだ昼間なのでってのもあるとは思うんですけども、多分夜も誰も来ないと思うんで、もう貸し切り状態で今日は楽しもうかなと思います。もうだいぶ暖かくなりましたね。法華経って言ってますからね。このまま夜まで待つのももったいないので、もうお肉を焼いちゃいましょうかね。料理作ってます。はい、ここでガスバーナー。そうですね、ガスバーナーですね、これ。あ、肉焼きよってじゃん。まあ、そしてこれは、これはあのカメラです。あーはあ、ほんとね、すごいね。うん、面白いことや。一人が好きなんだよ。まあまあ、そうですね。これは何？これはあの塩ですね。あ、まあ、あ、岩塩塩じゃないか。あ、そうですそうです、岩塩。これ削って。塩かけて食べる。そうですね、削って。うん、それはまたろうで。あれ、どっから来られてるんですか？私がすぐそこら辺の平尾いうとこなんです。ああ。岩国の方ドライブして。ははは。は、これでも多分。はあ、焼けた。もういいですね、それで。そのようなやり方でテレビなんかがやる家の時々映しますよね。ああ、そうですね、できますね。そうなんですよ、初めて見せてもらった。元年それをかけて食べて、うん、削って。まあ面白いね、若い人はいろいろとね考えるっちゃいね。ああいうコンパクトなあれがあるんですよね。そうですね。あれなんていうかいの、うん、その塩はスーパーで買うんじゃない、インターネットで買う。これはインターネットで買ったんですけどね。なかなかもう削ったやつしかないですから ね、 あ、そうだね。大きな部屋いらんですよね。そうですね、これあれば。すごいな。ね、若い人は本当人が映さんでも自分でできないよね。そうですね。でブログ載せる、ブログ上、動画を載せられるところがあって、あ、でそこでやってるんですけどね。じゃあそういうなんか、まあそういうのをねするんが好きじゃいう人が、ね、女性でも現れたら。そうですね、結婚の候補が上がるかもしれんよ。いや、結婚はしてるんですけどね。そうじゃろうね、ここに指輪がしちゃう。悪いな、これなんか知らんいいね、これ。あ、これはあれです、あのマイクが中に入ってるやつです。あ、マイクじゃけ。はい、風が入らんように。あ、それですか。初めて見せてもらった。肉ちょっと食べてみます。いや、お腹いっぱい。お腹いっぱいです。いいですか。 ありがとう、気田舎者は本当こういうのは初めて見る。いやいや、1個あれば便利ですけどね。まあゆっくり食べて。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、結構あれですよね、こうやって動画撮ってるとあんな感じで
もう思わぬ特別ゲストが来てくれることもあるんで、それはそれで楽しいですよね。ちなみにですね、今このお肉が乗ってるこのプレートなんですけども、これはですね、例のアルパカのプレゼントでもらったやつですね。シールを集めると応募者全員にもらえるってやつで、アルパカを多分50本ぐらい飲んだのかな、50本ぐらい飲んで、このプレートをですね8枚もらいました。なんか結構ちゃんとしてますよ。しかしやっぱヒレ肉だから柔らかいですね。美味しい。このアルパカのプレートもですね、結構ちっちゃいですけど使い勝手はいいと思うので、まあ、欲しいという方がいればですね、また、残ってるものをプレゼント企画としてやるのもいいかもしれないですね。もともとプレゼントとかできればなということで、ワイン飲んで応募したんでですね、次回のプレゼントとかにもいいかもしれないです。今回買ったのはヒレステーキなんですけども、表示価格より半額ってことで、なんか半額のものがいっぱいあったんですよね。で、977円で1000円ぐらいなんで、2枚で500円ぐらい、1枚で250円と、だいぶお安くなってます。いやー、しかし言葉がないですね。もうただただ美味しい。